言葉 TV はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。あ、はい、水曜中夜グランベラマトバ TV のお時間なといびあのね、番組司会進行のゴージャスさんこんにちは、されてて OK さんが今日はですね、こちら木野市内にありますザ・クリエイティブラウンジさんの方にお邪魔させていただいております。こちらのザ・クリエイティブラウンジさんなんですが、ビジネスを育てようとする人たちが集う場所のようです。内装はかなりおしゃれで、まるでホテルのラウンジのようですね。デージ、上等むなトイビン。今回のゲストさんは、沖縄をファッションで包み込んでしまう情熱的なあの方が来てくれております。ファッションといえばあの方ですよ、あの方。ではどうぞ。あれ、急に暗くなったよ。停電か、停電。違うよ、指で押してたんだよ。どうも、ファッションです。どうもみんな、ネプロテイン飲んでる。まとまってみ、なんとファッションやらさんが来てくれております。テマですね。テマが急に帽子をかぶり出した。つながりつながり。なんで急にこのタイミングでまた帽子かぶったの。まとま TV のゴージャス作品といえば帽子なんで。なんか帽子をかぶらないで出る理由があるんですか。ダークやらを意識させてもらいました。それでこういうあの入れ立ちなんですね、今日は。こんな僕も拝見させてもらった時はなんか綺麗な格好というか、いやいや、僕は絶対やりますけど、なんでこんな不満気でやるんだろう。そういうことだったんですね。ごめんなさい、失礼しました。まとば TV。 まとば TV なんですが、はい、いくつか質問をさせていただく番組なんですけど、はい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 、早速質問の方させていただきたいと思います。ファッションさんのようにですね、情熱的に生きているには何が必要か。そうですね、生活していく上でやりたいことがやれないとかいろいろあると思うんですけども、はい、どっちをね選択しても後悔すると思うんですよ、人って、ね、やりたいことが目の前にあった時にこれをやっても、はい、やらなければよかったかなって後悔するかもしれないし、でもやらないっていう選択をしても、はい、やっとけばよかったなって後悔するかもしれないじゃないですか、ね、やりたいことが目の前にバーって現れた時にやるかやらないかっていうのはしっかり悩んで、ね、でやるって決めたらもう納得するまでやる、やらないって決めたんだったら納得する、やらない理由をちゃんと自分の中で見出せる、そしたら毎日自分の責任生きていけるんじゃないかなと。目の前に現れたことに対して一生懸命注力考えて自分で納得の出す答えを出して、それに合わせて活動していければみんなも自分の責任生きていけるんではないでしょうかっていう風な感じでございます。2016年2月29日ですね、はい、単独ライブ控えて、はあ、触れました、ありがとうございます。そうなんですよ、お腹出ました、はい、もちろんなんです。はい、ファッションやら単独ライブを行います。ラブ P、IW、たまにはファッションやらも褒めろよということのタイトルなんですけども、僕の大好きなビーズさんの曲でですね、ラブ P、IW っていう名曲なんですけど、はい、それにもじってですね、まあ、ファッションやら好きになってよとね、たまにはファッションだってさ、褒められたいよっていう、それを願いを込めて、つけたタイトルなんですけど今回のコンセプトとしては、まあ、ファッションやるとほら暑苦しいしですね、結構極端なキャラだと思うんですよ。あ、好きっていう人はものすごく好きって言ってくれるし、受け付けないという人はものすごく受け付けないので、僕のキャラっていうのはあまり相手がないんですよね。できるだけ多くの人に愛されたいなということで、でですね、単独ライブ自体まだ初なので、これを機会にね、一人でも多くの人がファッションの情熱を受け取って、ファッションって意外とね、面白いかもね、好きになれるかもねっていう人が一人でも増えればいいなっていう思いで今回やろうとなりました。よかったら来てください、お願いします。お願いします。はい、単独ライブ控えてるということで、はい、視聴者さんもファッションやらさんが今からもしかするとネタをやってくれるんじゃないかって。ああ、そういうことですか。あ、まあ、これだから、ファッションといえば胸を叩くっていうのは多分皆さん覚えてくださってる方もいらっしゃると思うので、でも今日はですね、せっかくなので、じゃあイタリアバージョンで、イタリアバージョンで、じゃあイタリアバージョンで、はい、よろしくお願いします、ね、あ、じゃあそれでは今からこのピッツァを食べよう。おー、チャオチャオチャオボーノー。はい、ありがとうございます。ね、イタリアバージョンでございますね。そう、ピッツァのピーだね、ピッツァ。あ、本当だ。まあそんな感じでね、まあいろいろとね、あれだけのファッションを見せますんで、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
You watching now マトバ TV。はい。さっきの質問なんですけど、ゲストさんには質問させていただいているんですけども、はい、矢田さんの夢を教えていただきたい。そうですね、いっぱいありますよ、夢なんか。あと沖縄を情熱的に盛り上げていきたい、はい、ね、地元ですから。沖縄と県外の架け橋になれるような存在になったらな。またこのお笑いというツールを使ってですね、一人でも多くの人が元気になるのは嬉しいですし、一人でも多くの人が、あ、沖縄とか面白いかも、好きかもみたいになってくれたらいいなと思う。そのね、沖縄で頑張ってる芸人さんが一人でも多くの目に留まってですね、全国の人にですね、なんか伝わって、沖縄芸人のお笑いを見に行こうみたいな話で、たくさんの人がね、県外から来てもらえるような、その環境作りになればいいなと思いますね。県内に事務所、お笑い事務所が3つあるんですね、はい、オリジンコーポレーションというところと FEC オフィスというところと、あの沖縄吉本というね、お笑い事務所なんですけども、その事務所の垣根を越えてですね、沖縄エンターテインメントを発信していこうということで、毎月やってるライブがあるんですけども、まあもちろん沖縄県内の人たちにも愛されてもらいながらも、観光客の人たちもね、なんか来てくれるようになった時、あ、沖縄のお笑いライブ見に行くみたいな、そういうふうな形でもなってもらえたらいいなっていう思いも込めて立ち上げたライブなんですね。根付いて物を触れることで、もう、あ、沖縄移住しちゃおうみたいな。そうそう、あ、もうそれでそうですね。もちろん、あの、今年はですね、まあ、単独ライブをね、させていただくということで、あの、全国でもね、いろいろお仕事させてもらえるように、テレビに出させていただけるように、ファッションやのちょっと頑張っていこうかなというふうに思ってますので、ね、その決意も表れた意味での今回の単独ライブですので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、僕もぜひ遊びに。あ、本当ですか、ありがとうございます。嬉しいですね。はい、本当にありがとう。ふと当たってたのに。ぜひ来てください、はい、ニューファッションをぜひ感じてください。お願いしま す, お願いします、はい、次回のマトバ TV もまたお楽しみに。みんなまた見てね。バイバーイ。さっき言っちゃう、バイバイ。いやいやいや、バイバイ、普通にバイバイしてもしょうがないでしょ。あ、本当ですか。だってこの番組は熱い思いでやってるわけですから、はい、このマトバ TV っぽい感じのエンディングにした方がいいんじゃないですか、そろそろ。なんかないですか、なんかこのマトバ TV のこの。じゃあマトバ TV、マトバ TV が、あの、沖縄の地元の言葉でまっすぐ、マトバっていうので、まっすぐ人生を生きていくっていう意味で、まっすぐでバイバイ、どうでしょう、マストバイバイで。許可する。ありがとうございます。じゃあまっすぐ進んでいって、過去の自分を振り返らない、過去の自分にバイバイ、はい、俺はずっとまっすぐ行くみたいな、そういう思いがある。あ、そうですよね。はい、もう今つけました。分かったね。ファッション矢田さんが今日は来ていただきました。本当にありがとうございました。はい、ではこのマトバ TV はザ・クリエイティブラウンジ、沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、株式会社亜熱帯植物理学研究所の提供でお送りいたしました。ありがとうございます。では次回のゲストさんはどんな方が来てくれるのでしょうか。せーの、マトバイバーイ。それ面白いです。